野々村一清、色絵刀カチャツボ陶磁器は、セラミックの一種で、土を練り固め焼いて作ったものの総称。焼き物。陶磁器は質感に優れており、衛生的で一定の耐久性もあることから、食器、火器、植木鉢、装飾品、衛生陶器、タイルなどに利用されている。陶磁器に使われる粘土には、加熱することで、 アルミニウムやカルシウムなど他の物質と化合し、ガラス化する計算を主成分とする石英などが含まれる。成形後に加熱することで、土粒子の間に溶けて、流体となったガラスが入り込み、冷めると固体化し、土粒子同士をくっつける。古当時の科学の著者、内藤忠氏は、この過程を起こしに例えている。大まかに言えば、陶器と磁器の違いはこのガラスになる成分と量の、 違いである。陶磁器を含めたセラミックの分類については、研究者によって議論があり、用業用語も国によって異なっている。陶磁器は、釉薬の有無及び、調整温度で以下のように大別される。瓦化状モンドキス焼きの焼き物。釜を使わず、粘土を野焼きの状態で700摂氏900度の温度で焼いたもの。釉薬はかけないが、彩色されているものを、 土器と呼ぶことがあり、その場合は、その採取器具を釉薬としないことを前提としている。歴史的には、陶磁器の前身にあたる。石器、がらき焼き石器と読む。和国字、英語のストーンウェアの訳語である。釜を使い、焼成温度は1200摂氏1300度。瓦家と陶器の中間的性質を示すもので、釉薬の有無に関わらず、陶構性。 吸水性ともにないものを指す。石器の言語であるストーンウェアは西洋当時の用語であり、中国、日本などの東洋当時の分類概念とは必ずしも一致しない。例えば、セレドンと呼ばれる青色の焼き物は日本、中国では政治といい時期に分類されるが、欧米ではストーンウェアの一種とみなされる。日本の当時研究者や陶芸作家には、 石器という概念を立てるものと立てないものがいる。陶器建山の茶碗香りナイトやモンモリロナイトを多く、含んだ粘土を原料とし、釜で1100摂氏1300度の温度で焼いたもの。釉薬を用いる。透光性はないが、吸水性がある。厚手で重く、叩いた時の音も鈍い。荒陶器と製陶器に分けられる。磁気写真は、1873年の万博に、 出品されたもの瀬戸もの57万枚を使用した天水皿磁器は半透光性で吸水性がほとんどない。また、陶磁器の中では最も硬く軽く引くと金属温がする。粘土七物や石塩、超石糖度を原料として摂氏1300度程度で焼成するが、焼成温度や原料によって軟質磁器と硬質磁器に分けられる。ドイツや日本では 時期の概念など、比較的明確であるが、アメリカやイギリスでは、素地の特性だけでなく、用途を含めた分類と故障になっているため概念が、不明瞭と言われている。陶磁器は陶器など多硬質の素地で吸水性のあるものと、石器や磁器などの素地で吸水性が低いものに分けられる。多硬質の素地の製品には、食器、タイル、植木鉢などがある。また、 緻密室の素地の製品には、食器、タイル、装飾品、衛生陶器、工業用及び電気用時期、歯科用磁期などがある。機内より東では、瀬戸物と呼ばれ、中国、四国以西では、唐津物とも呼ばれる。焼き方や、用途や、生産地などから、数多く分類される。岐阜県と岸が、生産量日本一である。ありがとうございます。